マイケル・ダールによる肖像ガージョン・プラットはイギリスの法律家、政治家。1718年から1725年まで王座裁判所主席裁判官を務めた。リチャード・プラットと一人目の妻エリザーベースス系の息子として生まれた。1673年3月14日にオックスフォード大学モードリンホールに入学。 1674年にモダム・カレッジに移籍、1676年に BA の学位を習得した後1678年にフェローに選出され、1679年に MA の学位を習得した。放送院では1675年にインナーテンプルに入り、1682年に弁護士、資格免許を得た後1700年に 高等法廷弁護士とインナーテンプルの評議員に選出された。弁護士資格免許を得た後、最初はロンドンに開業したが、後にエクセターに移り、1688年の名誉革命の後ロンドンに戻った。1696年のウィリアム3世暗殺未遂事件では、第3代順団尺ジョン・フェンウィックの裁判で国王側の弁護士を担当した。 以降もスコットランド貴族代表議員選挙における第2代クイーンズベリー公爵、ジェームズ・ダグラスの投票権をめぐる請願において法律顧問を務めるなど政治関連の案件で活躍したが、ヘンリー・サシェベレルの弾劾裁判でサシェベレルの弁護団の一人に任命された時はそれを辞退した。この行動がアダとなり、プラットは1710年イギリス総選挙で落選した。 翌1711年の補欠選挙でミッドハースト選挙区から出馬して当選したが、1714年にジョージ一世が即位するまでほとんど発言しなかった。1714年10月11日、士尺に上された。同年に王座裁判所の裁判官に任命され、1718年1月のジョージ一世と王太子ジョージが、 王室の結婚と王太子の子供の教育をめぐる論争で、ジョージ一世に有利な裁定を下した結果同年5月に王座裁判所主席裁判官に任命され、10月に数密顧問官に任命された。在任中は1723年のアタベリー、陰謀事件の首謀者、クリストファー・レイヤーの退虐罪裁判を担当した。1725年2月24日に死去。 遺産は、長男ジョンがほとんどを継承した。1683年11月17日、エリザベス・グレゴリーと結婚、下記の子女を設けた。その後、エリザベス・ウィルソンと再婚、4男4女を設けた。ありがとうございます。